はい、質問が来ておりましてですね、はいはい、小論文講座においてですね、はい、多摩美術大学が中心だと聞いたのですが、はい、むさびの中には、他の小論文として、学部によっては小論文が課されてるんですか？はい、あ、課されてます、そういった、多摩美以外の小論文で、まあ、あくまでも学部になると思うんですけれども、学部入試において、その以外の多摩美以外の学部の入試における美大小論文ですか、対応いただけますか、ということなんですけれども、夏にもですね、そういう生徒が いまして、そういう生徒がいらっしゃってですね、で、それは授業としてはできないんですけれども、個別指導としてですね、個別対応として、やっていくことは今でもやっていますので、そういう方がいらっしゃったら個人的に声をかけていただければ、弊社の方でですね、しっかりと対応していきますので、ご安心ください。